それでですね、ちょっと妨害行為のことなんですけれども、ちょっと6番というか、7番、ちょっと動画を出していただきますか。スタッフさん、7番お願いします。動画お願いします。と思うんですよね。で、やっぱ別にね、車にスモークとか貼れば見バレもしませんから、で、音流しときゃいいんですから、匿名でもやれますからね、ぜひこれを流行らせたいなと。で、俺はこれをビジネスにしようかなと思ってます。ビジネスにするんですか？ビジネスにしようと思ってますね。はい、ありがとうございます。私もこれ、昨日見たんですけど、意味がよく分からなかったんですね。この方、候補者で、いらっしゃる。で、この妨害するのを、まあ、先ほど動画でおっしゃられていたように、もうビジネスにしようと思ってると。これはどう解釈したらいいでしょうかね。副団長はどう解釈されますか？いや、要するにこう自分の当選を目的に立候補していないと、まあ、いうことをこう本人がまあ自供しているわけですから、もう本当は、まあ、公職選挙法とかですね、公務をきちんと、整えることによって、まあ、これいろんなものをこう、まあ、候補者の資格を、まあ抹消するとかですね、本当はそういうことが、まあ、できるほどの、とんでもないことを、まあ、この人は言っていると。これを、まあ、ビジネス、すなわち金儲けのために、まあその民主主義の根幹である選挙制度を、まあ、悪用、誤用してですね、それを金儲けに使うんだと。で、しかもその金儲けの内容は、他の候補者を、まあ、威嚇したり、妨害したりですね、場合によってはその選挙の関係者を、まあ、暴力で引き倒したりですね、まあ、ストーキング行為をしたりということで、誰かからお金をもらおうと、まあ、こういうことを言っているわけで、とんでもない、まあ、しかし正直にですね、まあ、自分の、動画の、なんだ、再生数を増やして、これもお金儲けをしたいのかもしれませんけれども、まあ、こういう輩がとうとう出てくる時代になったわけで、これはこの人の、まあ、良心などというものに、期待したり依拠しても何の意味もないので、このきちんと法令と罰則でもって対処するしかないことを言っている、まあ、法改正がまあ強く望まれますね。まあ、これ今回はたまたま東京15区だけのことですけれども、例えばこれ本当にビジネス化、まあ、ビジネス化できるかどうかっていうのは僕はまあ、逆にそれ自体が疑問なんですけども、まあ、確かに場合によっちゃあそこの選対を潰せというようなことでお金もらうビジネスができるのか、あるいはまあ、この間もちょっと言ったように、この翼の党の YouTube チャンネル、ちょっと私も見たら、すごい何万人もライブ配信を見ていて、チャット欄を見ると、よっしゃよっしゃ、いけいけみたいな、そんな感じで、極めてその煽るメッセージが多かったと。でもこれ、まあ、総選挙だとか、あとね、副団長も自分の選挙の時に随分いろんな妨害を、受けてきてますけども、これがそのビジネス化して、何の、法的罰則もない中で、言論の自由だとかいうような感じで、施行されたらですね、選挙戦そのものがもう全く成り立たなくなる。候補者の意見を聞きたいけれども、それを妨害されるとか。こういう事態になったらやっぱり深刻なわけでね。やっぱりそんなことはやっぱたくさん想定されますよね。どうでしょう、その これ行き着く先はですね、途上国と同じになるんですね。まあ、メキシコなんかも最近でもですね、選挙のたびに、候補者が殺されるんですよ。で、まあ、メキシコの場合は、まあその麻薬カルテル、この連中が、まあその麻薬の、取り締まりを厳しくすると公約した候補者を、まあ、片っ端から暗殺していくっていうことが起きてるんですね。で、まあ、メキシコの場合も、ご存知の方はご存知の通り、政府や警察まで腐敗していてですね、
まあ、その、汚職、あるいはまあ賄賂、あるいはいろんなことでマフィアと結託しているような人たちが政府内や警察内にもいるということで、あのなかなかまあこういう状況は改善できない。まあ、ここまで日本が陥るのは、ずいぶん先になるかもしれませんけれども、今起きていることを対処をしないとですね、どんどんそういう方向にエスカレートしていくわけです。もう今すでに少なくとも候補者、例えば、候補者ではないけども推薦している、小池、都知事がですね、生命の危険を感じる瞬間もあったまで言っていることは報じられていますね、うん、まあ、それが客観的なのか、まあ、大げさだと捉える人がいるのかどうか分かりませんけれども、大げさだと思っていたらですね、日本では戦後初めてですね、総理大臣が暗殺される事態もとうとう生じてしまったわけですよ、うん、とにかく今は実はいろんなことの、瀬戸際、分水嶺に差し掛かっていると思っています。副団長もなんか選挙中ずいぶん妨害を受けたんですよね。一番ひどいのどんなでした？いや、一番ひどかったのは、私が区長選挙に出た時にですね、はい、在日、朝鮮人を支援する、皆様、の、芝北っていうのがあるわけなんですけれども、ここがですね、はい、屋外の公開討論会というところでですね、それまで選挙中にやっていた、妨害活動を、中野駅北口というところで、公開の場ですからね、駅前の広場ですから、そこにやってきて妨害をしようというんで、警察官が制服が10人以上、私服がもう20人以上という人が、厳戒態勢を取るという選挙になっちゃったんですけど、その中で、これは過去にやっぱり同じようなことが あったから、警察は動いてくれたってことですか？そうです、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 うん、なので、そこではさすがにですね、大声を出してっていうのはやらないで、その巨大な横断幕でですね、私を誹謗中傷する、横断幕を後ろでずっと掲げ続けていて、差別主義者吉田落選させようみたいな感じのですね、こういう、しかし一言でも言うと、取り押さえられちゃうと思ってですね、当時は要するに、公開討論会でメガホンで大声を出したり、関係者を引き倒すようなところまではさすがの芝木隊もできないぐらい、要するに警察による抑止が効いていたんですけど、もうこの間の札幌のアホな裁判官のアホな、警察官に安倍さんのやじをした人に、賠償命令まで警察に出ちゃったんで、今の事態が引き起こされて、今申し上げた通り妨害、追い回し、そして、ストーキングで、運動員の引き倒し、さまざまな、威迫行為ですね。で、もうこれ威迫じゃなくて実際に暴力も実際行っていますね。こういうことが、一つエスカレーションが進んでいるんですね。これはもうこれからこれに、何もしてないと、さらにこれはビジネスになるっていう人が一人じゃなくても、わーっとね、ウゴのタケノコみたいに増えてきますよ、これから。これって、その副団長がね、選挙中に受けた妨害行為です、今お話しされられて、で、選挙が終わった後に、警察はその人たちを、例えば傷害やなんかで、なんか検挙とかそういう動きっていうのはあったんですか、その後に。一切していませんでした。はあ、動画もあったんでしょう。ありましたね。で、当時、夕刊フジまで報じましたね。なるほど、はい、それってやっぱりなんか、その告発をしないと動かないってことなんですかね、どうなのかな。それをしても、確かに私、あの時、選挙終わった後訴えはしなかったですけれども、じゃあ、それだったら警察は刑事事件で動かないのかっていうことですよね。そうですよね。ちょっと僕もね、勉強不足なんですけど、公職選挙法っていうのは、大体捜査2課が調べて、立件をする。で、選挙中は捕まえないで、選挙が終わった、いわゆる投開票日の翌日の朝ですね、ガサが入るっていう、そういうパターンで、でそれから大体2ヶ月ぐらいたっぷりと調べて、2ヶ月後に、警察のね、都道府県警が多分選挙対策本部を設置するんですけども、
結構ね、立憲に時間がかかるんですよね。だけれども、障害であるとかそういうことになれば、公職選挙法とは違う話なので、まあ、ちょっと他の人に聞いたらね、いや、公職選挙法ではね、現行犯逮捕できるパターンが、なんか過去にあったようなことをちょっと言ってた方がいたんでね、まあちょっとこれはね、今後の、今回のことだけに限りませんのでね、でちょっと9番だけ紹介させてください。これはですね、私がたまたまヤフーニュースで見たんですけども、東京都の江東区長ね、12月に新しく当選をされた東京江東区長がですね、江東区長として区民の皆さんの安全確保を、深川城東湾岸警察署にお願いしています。東京都警視庁とも連携しています。江東区の安全を守りたい、強く思っていますと投稿したと。まあ、区長としての声明は極めて異例、まあ、おそらくこれは今回の特定の候補者や陣営が大音量で野獣を飛ばしたり選挙カーを近づけたり、まあ、一連のですね、選挙妨害であるとされるものに対してのやはり区長としての対応だということになるわけですけど、まあ、これはこれでね、区長として適切な最低限の対応を取ってくれていると思いますが、いかがですか。そうですね、まあ、うん、区長には、まあ、まあ、警察権はないわけですけれども、はい、しかし、まあ、その、自治体を司るね、区長が、まあ、こういう毅然とした、対処、まあ、警察にきちんとやってくれということも含めてですね、こういう声明を出されたことは、まあ、非常に、有用というか、重要であると思いますし、うん、まあ、これは選挙のたびにその地元の、まあ、統一地方選挙だったら全国の自治体のね、首長が言わなきゃいけないような状況になったら、まあ、それこそですね、国会議員と警察は何やってるんだってことになるので、うん、今回の事態を受けて区長の発言、この声明は素晴らしいですし、これをちゃんと真摯にですね、立法者と、警察の行政を、司る人たちはしっかりと、受け止めてくださいということですね。はい。まあ、公選法の、ね、選挙の自由妨害罪の、まあ、改正、うん、まあ、選挙公約にこれを追加するっていうのもありじゃないかなと、各陣営がですね、ぜひ検討していただいてね、まあ、どっかの誰かが言い始めたことを真似事と言われてもいいと思うんですよ。とにかく全候補者がこういう選挙の自由妨害罪、こういったものを作りたいと思うというようなことをね、選挙途中で、まあ、今回の妨害に屈しないという姿勢も大事だと思うんですけども、まあ、公約だとか演説の中にね、入れてもいいんじゃないかなと。逆に本人たちがそういうことをやってるところで、まあ、打ち返しの、ね、演説をやるというのも、ありなんじゃないかなと思います。まあ、だいぶ、さっきちょっと飛ばしちゃいましたけど、6番ですね、まあ、今表に出ている以外にも妨害が様々あるけれども、まあ、偽警官も現れて、で当初のうち人々も騙された方が、まあ、とにかく追い返しましたというようなことで、まあ、カオス状態でありますけども、カオスで、ね、終わらせてはいけない問題だというふうに思います。これも大問題で、はい、偽警官、うん、この有本さんの、ツイート、僕、私も今これを見て初めて見たんですけど、はい、これ追い返しゃいいっていう問題ではなくて、警察官を詐称すること、公務員を詐称することは重罪ですから。ああ、重罪ですね。本当はこれ本物じゃないかどうかということが疑いがかかって、もし本物じゃないで確信を持ったらですね、本当は私人逮捕してもいいぐらいの悪質な、詐称行為ですね。これ大問題です。でしかもこういった絶対捕まえて検挙して、ね、きちんと法的処置を施さないといけないぐらいの悪辣な行為です。そうですね。まあ、やっぱりね、副団長ですら選挙終わってからね、告発は避けたという話なんですが、避けたというよりも忙しかったので、うん、まだやってないというわけ で、 で実は今別件でですね、実は法的措置が実は準備をしています。選挙の件で、いや別件ですけれども、
別件ね、はい、はい、はい。まあ、とにかく選挙期間中のことが現行犯逮捕できないっていうのは、やっぱりちょっとね、うん、やっぱ公約に掲げるっていうのは、僕は十分ありだというふうに思いますね。はい、それでは、3つの補欠選挙、他の島根や、あと長崎の件については触れなくていいですか。その前に、はい、まあ、東京15区の件、先ほど、まあ、触れられなかったですけど、元参政党のボードメンバーでいらっしゃった武田先生がですね、豊洲で、飯山候補の、応援演説を、まあ、されたということが、まあ、ツイートされているので、まあ、いろんな方がですね、まあ、三つどもえの一角にとうとう踊り出た、飯山さんの応援にですね、皆さん駆けつけていただいて、本当にここはやっぱりその、まあ、とんずら女、立憲とんずら党にですね、勝たせるわけにはいかないので、ぜひ、保守の皆さん、結集していただけると嬉しいなとは思います。はい、いずれにせよ投開票日は4月28日ということでありますので、各陣営とにかくいい選挙を戦っていただきたいと思うし、妨害行為も本当にやめてほしい、それだけきつくお願いというか指摘をさせていただきたいと思います。それでは今度ちょっとガラッと変わってですね、バーサス中国、12番、参りたいと思います。いやー、やっぱりね、ちゃんと中国国家安全省の諜報員の指示で、ね、軍事転用できる技術に関する情報を入手して、国内で会社を経営する、男とその妻が手伝って、もう情報を抜いたと。これ、ドイツで行われた、まあ、その軍事技術情報を、まあ、抜いたという、まあ、スパイ活動を疑いでね。3人が逮捕されたと。で、中国国防動員法とか国家情報法とか、まあ、文化人放送局をご視聴いただいている皆さんほとんどご理解いただけていると思いますが、中国国家安全省の諜報員の指示があったっていうところでもって、まあ、この夫婦の会社というのは、軍艦など船舶エンジンの部品に関する研究を目的として、ドイツの大学と技術移転に関する協定を締結し、中国当局から資金提供を受けてた。中国の海上戦闘能力の強化に役立つ研究に関してもやり取りしていたということであります。まあ、やっぱり日本でね、こういう犯罪がもしあったときに、これ、取り締まれないんですよ。スパイ防止法という形でね、まあ、他の法律に引っかかれば、検挙することはできるけれども、未然に情報を流した、スパイ活動をしたということで検挙はできない。まあ、ポロッと国会でこういった法律の制定にね、汗をかきたいなと。ぼやいたわけであります。副団長、いかがでしょう。はい、これはもう日本ではもう日常ですね。13番に、はい、続けて言っちゃってください。はい、はい、13番、あ、これ13番、私はですね、同じ、同じ記事なんで、はい、同じ記事を、紹介をしてい、いるわけなんですけれども、これドイツでだけ中国をやっているわけではなくて、まあ、日本ではもうもっと日常的にやっているんですね。で、ドイツよりも浸透の度合いは、まあ、よりひどいんですよ。で、そして日本はスパイ防止法もないし何にもないので、まあ、ありとあらゆるところ、まあ、場合によってはですね、もうその、技術を持っている企業の、その正式の社員になってるわけですからね。あるいは研究所の研究員になってるわけですよ。で、堂々と、まあ、研究、まあ、その同僚の研究、の成果など、あるいは、それも自分もそれに手を挙げて参画してですね、それを丸々中国に持っていくわけですね。ということを、
もう私も笑いながら言ってますけど、もう泣いてるんです、これは。もう日本の政府の情けなさに。はい、理解しますよ。はい、だから、スパイ防止法が必要だっていうとですね、まあ、また、異例の人たちから、吉田がまた外国人を差別してるって言ってですね、まあ、不当な指弾を受けるわけですけれども、スパイ防止法も必要ですし、さまざまな知的財産権の侵害についても、というか、もう日本の場合はね、日本人の、研究者自身が、まあ昔で言えばソビエト、今で言えば共産党独裁中国に心酔してですね、あるいは北朝鮮に忠誠を誓ってですね、一生懸命その国に技術を積極的に流す研究者もいてですね、その人たちの、そういう、日本を敗滅させようっていう行動をですね、日本の側が、そんなことを、やっちゃダメだよっていうとですね、非日本学術会議っていうところがですね、ふざけんな、日本がまた侵略を始めるって騒ぐっていうね、悲しい国なので、まあ、日本学術会議も早くね、僕はもう解体すべきだと思いますけど、少なくとも政府の税金は絶対入れないようにして、そして、まあ、スパイ防止法も作って、何も作って、金も作ってと、アメリカ並みの、きちんとした、状況を作りたいなと思います。中国共産党の党則の中に、例えば日本なら日本、米国なら米国で、働いている中国人に向けてですね、その会社に3人、中国共産党の党籍を持った職員同士、彼らはその会社の中に、共産党組織を作りなさいと、こういう指示が出ているわけですよね。で、私実はね、これ公安調査庁にいろいろとヒアリングをしたことがあって、どこの会社どこの会社どこの会社って公安調査庁は把握していました、で、表に出せる会社があるとすると、かの有名な上海電力日本法人、ここには当然そこで働く人たち3人どころじゃない、みんなどうも中国共産党員のようで、何月、何年何月何日に、上海電力日本法人の中に中国共産党の支部ができた、これちゃんとね把握していました、で実はこれ大企業に関わらず、中小企業あるいはこれをご支援いただいている団員の皆さんが勤めている会社の中に、まあ、中国の職員、まあ、全員が中国共産党員かどうかは分かりませんけれども、仮に3人いたら、もしかすると秘密裏に、その会社の人たちが知らないだけで、共産党の組織を作ってる可能性があると。それはね、可能性があるじゃなくて、うん、もう中国共産党の、党 の, 規則で定められた共産党員 の, 義務なんです。だからどんな組織でも、日本にいようがどこにいようが、ある組織に、まあ、例えば社団法人だろうが、株式会社だろうが何だろうが、中国共産党員が3人いたら、その、炭素組織を作らなければいけないという義務を彼らは負っています。でしかもその事実は、秘密にしなければいけませんので、うん、日本の公安が全部知ってるわけがないんです、うん、日本の公安は一生懸命調べて、証拠があったものについて把握しているだけで、まあ、そんなものは氷山の一角で、そんな日本 の, 公安に日本は調査権限を与えていませんから、はい、まあ、そこはいろんな議論があるところ で僕が可能性があるって言ったのは、ご視聴いただいている皆さんの勤めている会社にその可能性があると言った可能性なんで、義務は義務なんで、言ってることは同じなのでね、はい、はい、それではちょっと話をちょっと進めたいと、思います。裏金問題ですね、14番に、行きたいと思います。自民党の塩谷立元総務会長が離党届を提出し、今日受理されました。塩谷氏は座長を務めた安倍派の裏金に、絡み、離党の勧告処分を受けました。事件の処分をめぐる一連の手続きは、まあ、終了したと、時事ドットコムでは言っていますけれども、
まあ、あの私としては塩谷座長、元前座長に置かれてはね、まあ、やっぱり不本意ではあったと思うけれども、こういう結果になっちゃうんだったらやっぱりなんかね、政倫審の段階で、ちょいとご自身の進退をどっかの誰かに言われてからするのではなく、動きをしていただいたらまたちょっと違う見え方したんじゃないかなと思って、ただ本当に極めて残念であります。あと打足ですけれど、塩谷議員も今日離党届を出して、で静岡ですね、あとは静岡のちょっと詳細は承知してないんですけど、宮沢博之衆議院議員も今日議員辞職を、表明されました。どうもちょっとスキャンダルが出るやいないやということを聞いているんですけども、まあね、話脱線してすいませんけど、静岡県知事選挙が予定されている中でね、まあ、自民党が大村候補、予定候補を推薦するという方向性になったけれども、まあ、ちょっとこの2人の、ね、衆議院議員が自民党から抜けちゃったっていうのは、ちょっと党内的にはちょっと痛手だなと思いました。ちょっと話戻します。それで、15番も合わせて、で一応ここではですね、どんな議論があったかというと、記事をちょっと読んで、いただきたいと思いますが、あれちょっとこれ記事が出てこないな、ちょっと待ってね。ちょっとすいません、あ、さちょっと副団長、今のところだけちょっとコメント先いただけますか。ええ、はい、ごめんなさい。はい、ちょっとパソコンですね、はい、この14番の理事の、まあ、塩谷さんの、まあ、離党、で、これで、事件の処分をめぐり一連の手続きは終了しましたということについてですね、じゃあ、国民有権者がどういうふうに、認識、受け止めをしているかということを、私はいつのかな、22日だから、昨日の産経新聞が報じたですね、産経と FNN、富士、ニュースネットワークの合同の、世論調査、この結果は、多くの国民の、意識を、きちんと反映するんじゃないかと思う結果が出ています。うん、で、これ一応、指摘をさせていただくと、まあ、岸田さんがですね、自分を処分したなかしなかったことについてですね、まあ、今回一連の、処分、他の、まあ、塩谷さんも含めたいろんな方の処分を、したことについては納得できるといった、回答した人の実は 49.9%、 半分ですね。で、半分が首相が自らを処分しなかったことを妥当でないと答えているんです、ね。はいはい、うん、つまり、大いに納得できると自民党の措置について回答した人の半分が岸田さん自分も処分すべきだったのにしていないと言っている。で、今回の処分に不満足であった人はもっと、岸田さんも含めて処分すべきだと思っている。つまり回答者 の、 まあ、半分どころではない、かなりの大勢の人数が岸田さんが自分を処分しなかったことについて妥当でないと思っている。これは自民党の支持率に大きな影響を今も今後もですね、岸田さんが自分を処分するまで与え続けると、思います。で、そして、まあ、世論調査の、もう一つ、自民党支持層でもですね、岸田さんに9月以降も続けてほしいと答えた人は 19.4%、 5人のうち1人しかいない。で、そして総裁任期9月ですよね、総裁任期までというふうに答えた人が6割、60.4% で最多であった。そして、岸田さんに、9月以降も続けてほしいという、回答は 8.2% だった。要するにもう、ほぼ9割の国民から岸田さんはノーと言われていると。
まあ、今回の、自民党内のいろんな処分を、したことを、なんだ、清和権を壊滅させ、二階さんを引退させ、で、まあ、小沢一郎さんは、岸田さんっていうのは、飛び方買う人は実はすごいしたたかだと、警戒しろと、まあ、言ったと、言われていて、確かに今までの一連の結果を見ると、そういう結果なんですけども、その結果を国民は全く岸田さんを評価するという、そういう受け止めをしていないということは、今後のね、自民党がどうなるかということに大きな影響を与えると思うんで、まあ、この記事についての、私の、まあ、追加の、評価というかは、以上です。いや、ありがとうございます。実はね、26日発売の、花田に、ちょっと私もね、党員の一人としてこれだけやっぱりちゃんと言っておかなきゃいけないと、思ってですね、やっぱり総理ご自身が総裁として、処分がないのはやっぱりおかしいですよ、でそういう議論が、まあ、私今自民党の中にはいるというものの党本部の中を出入り年がら年中しているわけではないので、まあ、どれだけ その、総裁に対しての、ね、厳しい意見があるのか承知していないことの方が多いんですけども、まあ、印象としては、まあ、みんな黙っちゃってるなっていうそういう感じがあります。で黙れば黙るほどですねやっぱり自民党は、さらにさらに信頼を失っていくだろうし、ああそう、あとね、今日アビル・ルイさんと番組一緒だったんですけどね、これアビル・ルイさんがね麻生さんのお話をちょっとちらっと紹介されていたんですけど、それは何かっていうと、例えば安倍さんだったらどういう対応を取るだろうと。で麻生さんのお話では、安倍さんであればまず自分が離党の処分をして、自分が、離党して、で、もちろん総裁も降りるってことですよね。で、その上で、まあ、次、選挙があるとしたら、まあ、無所属でとかね。で、まあ、処分は残された人たちでやるって言ったかな。ちょっとそれは言ってなかったけども。まあ、つまり、長として、当事者の度合いにはいろいろ、濃い薄いいろいろあるんだと思いますけども、その瞬間トップであったっていうことに関して言えば、安倍さんだったらきっと自分自身を、離党という処分をしたんだろうということをね、おっしゃっていたという話をね、安倍さんが紹介されていらっしゃいました。やっぱそれが普通の流れですよね。どうですか。僕はね、それは、おべっかじゃなくて信憑性あるなと思うのは、第一次安倍政権を安倍さんがサクッと自分から、まあ、体調がね、難病があったということもあって降りられたじゃないですか。でも、もうあの時はもう安倍さんはもう死んだ、政治生命は終わったみたいに皆さん言うような状況だったわけですよ。でもそうなることが分かっていても、安倍さんは自ら、第一次内閣の時自ら降りたじゃないですか。そういう方なので、あ、本当にそうだろうなと思います、ね、そうですよね、はい。でちょっと15だけさらっと流します。連座制だけじゃなくて、やはりこれ茂木幹事長がですね、不記載の金額分はこれはもう国庫に返納しろという、こういう議論をしていきたいと、これは一向に値すると思いますと。ただそれがパーティー券の原資を国庫に返納するってのもまたおかしな話なんで、パーティー券の原資はパーティーのお金を払ってくれた人に返納をするのが筋じゃないかなと思いながら、政党助成金についてもし未払い、不記載があればこれは国庫でということで、いずれにせよですね、連座制導入とともにこれは一向に値すると。であとは外国人パーティー券禁止問題と、政策活動費にまだメスが入ってないと、
まあ、この4つの論点が盛り込まれて、やっと一歩進んだかなとまあ評価できる、まあ、全てが解決できないんでね、まあ、ところがなかなかそういうなる気配がないということだけちょっとつぶやかせていただきました。あ、これさ最後でしたね。あのこれであの、副団長からコメントをもらって終わりましょうか。はい、はい、あのこれはあの一向に当たらせるというか、ぜひね、あの当たり前に実現しなきゃいけないと思います。あの我々、まあ、地方議員もですね、あの政策活動費、あ、じゃあ政務活動費だ、我々の場合政務活動費ってなるんですけど、これあの、まあ、使い残しというのは全部返納するんですよ、当たり前ですけど使い残しがあれば返納するんです、まあ、国庫じゃなくて、まあ、区の行政にですね、戻すんです、はい。当然だから政策活動費、要するに国、国民の税金から支給されたお金の使いのしは当たり前に返すよと、個人の所得にしてたまるかというふうに、思います。で、そして、パーティー券については、まあ、私は企業の、まあ、活動、企業が政治家を支援するということは、あの法人がすればいいと思いますので、パーティー券というのは僕は存続してもいいと思っていますけれども、外国人の、事実上の献金の迂回ルートである外国人のパーティー券購入は、これはやっぱりもう、規制して禁止すべきだと、思います。そして、まあ、お金には、まあ、色が、ないから、まあ、いろんな、まあ、経理ができるんで、それはもう透明性、公開性を上げる。そして最後に、連打性、あの、ある、あの、BS の放送を見ていたらね、ある、やめ犬の方、あの、検察やってた方が、あの連座制なんていう非近代的なのは、あの、まあ、あがめ立てますんでやめた方がいいんだ、みたいなことをおっしゃっていましたけれども、実は、他の番組でも申し上げたんですけど、連座制を適用する、あるいは、まあ、会計について、候補者というか政治家そのものに責任を負わせることによって、あの、見てくるだけ、形だけ関与してないふりをして、実質的な支配があるのに、もう責任を会計、その会計責任者に負わせて、本人が逃げ出すということを もともと初めから防ぐことができるので、私は連打制は有効で必要だと思っています。はい、全く私も同感であります。あの一般公開ライブのチャットの中にね、いや長尾さん辞任届を出した宮沢さんと同じ以上にキックバックのすべてを喋ってほしい、何を誰に遠慮しているのですかっていうチャットがあるんだけど、これはあの私自分のチャンネルで、あるいはこの文化人放送局で1月の下旬からずっとお話をしております。またあの月刊花田にも私の不徳の致すところをもう全部克明に書いておりますので、だから私は許されるなんてことは思っておりません。ぜひそれをちょっとご覧いただければありがたいかなと思っております。はい、今日もですね、なんと一瞬4800人の方で、今4238人の方にご視聴をいただいておりました。今週は1時間一般公開ライブ特集ということでございますので、探偵ダイヤの皆さん、今晩も本当にお疲れ様でした。最後までありがとうございました。副団長もお疲れ様でした。おやすみなさい。皆様ありがとうございました。